最悪なお知らせ。何？え、気温が。え、噛んでたの？切れてる、ほら。ええー！せっかく掘り出しもなったのに。みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はセカンドストリートで5000円チャレンジをしてきたので紹介していきたいと思います。イエーイ。ということで久々にセカンドストリート行きましたね。はい、なんかね、新しくできたって情報が入ってパパが行きたいっていうので、初めはね、あの付き添いか何かで行った感じだったんですけど、そう見たら結構ね、いいのが掘り出し物がね、いっぱいあってね。じゃあお買い物しようということで買いました。はいはい、じゃあ何を買ったんでしょうか。発表お願いします。紹介していいですか。はい、まず一つ目がですね、はい、こちらです。じゃじゃん。これね、可愛くないカバンなんですけど、うん、この取っ手がね、丸いんですよ、うん、こういう形持ってなくて、うんうん、いいなと思って買いました。はい、これなんとね、お値段見て、お値段多分取られちゃったかな。え、取られちゃった。確か550円だっけ。そう、なんで言っちゃうの。550円なんですよ。やばくない。もう覚えてたんだ、うん、いや、値札探してたから覚えてないのかと思った。覚えてました。はい、めちゃめちゃ安くて綺麗だよね。うん、綺麗ですね、うん、はい、はいね、でもね、あのね、斜め掛けにするとこのね、ここがね、ぷんぷん持ってないから、ね、まあ、持つのが一番可愛いかなと思って、うん、持つ方が可愛いかもね。まあ、まあ、一応ね、斜め掛けにもできるよっていう感じでね。はい、はい、置いときましょう。はい、で、二つ目がこちらですね。お、見ただけじゃ分かんないですよね。さっすりとじゃじゃん。よくですね。かわいい。かわいくない、このファーがついた、うん、まあサンダル。サンダル、まあね、冬はね、ブーツってイメージなんですけど、はい、こういうファーがついてるサンダルもね、はい、結構かわいいんですよ。昔ママもよくこういうサンダル履いてましたけどね。若い時思い出す。思い出します。かわいいよね。めっちゃかわいい。これこれが1700円だったかな。そうですね、はい、700円でした。最悪のお知らせ。何？え、気温が。え、噛んでたの？切れてる、ほら。せっかく掘り出しもなったのに。悲しい。縫って使えるかな。あら、まあうまく縫えば大丈夫かな。じゃあ行きますよ。続いてはですね、うん、こちらのね、まだもこもこファーの帽子なんですけど、はい、これめちゃめちゃ可愛くて。可愛いよね。ちょっとこれ捨ててできないんですけど、ちょっとかぶってみたら。でもじゃあそれ取って、せっかくだから。ほら、可愛い。冬にはいい感じだよね。可愛い可愛い。せっかくね、これ可愛いんですよ。で、値段もいくらだっけ。990円ぐらい。1000円。かわいい。似合うよ、似合う。で、この靴ともね、相性バッチシだと思って買ったんですけど、はいはい、どうしましたか。なんとですね、なんとハプニングが起きましてですね、ここがね、ここにね、穴がねすごい切れてる。開いちゃったね。うん、全然見えないでしょ、皆さん。わかんない。全然わかんない。カメラ、カメラじゃわかんない。ここに穴が開いてるんですよ。見づらいのね。穴が開いてるんです。みんな切れてるんですよ。ほらほら、指がほら、指がほら。はい。切れちゃってるんです。わかんないかもしれないけど、切れてる。切れちゃってて。なんでかっていうとですね、セカンドストリートでは切れてなかったんですよ。で、買ってきて、なんとですね、シロンにね、食べられてしまいました。そう、気づいたらシロンがね、噛んでて、噛み噛みしてて。もう本当にシロンはすぐ噛み噛みしちゃうからね。本当ペロペロが噛み噛み。そう、ペロペロだったらよかったんだけど、まさか切れてるとは思わなかったね。気づいたら切れてました、シロンが。グイって、グイ
そう、でも縫えるかな。黒だから黒い糸で綺麗に縫えばなんとか使えそうな気も。上だしね、うん、ここだし、そうそうそう、一番目立たないところなんで。あ、大丈夫？まだほらね、あの前とこの辺とかだったらさ、うん、最悪だったけど、ちょうどてっぺんのちょっと後ろぐらいだから、かぶってみて。普通にこうやってかぶる分には全然わかんないから、なんとか縫えば使えるかもね、うん、せっかくかわいいね。この帽子かぶると顔が暗くなる、うん、ないとか。確かに本当だはい、ということでちょっとね、はい、悲しいお知らせですけどまあ縫ってね、うん、縫ってみよう。続いてはね、こちらの T シャツ、はい、あと、ね、あのトレーナーっていうのかな、トレーナー生地かな。そうです、トレーナーですね、うん、パールがついてるトレーナーっていうのかな、珍しいよね。これママ珍しく可愛いって言ってきて、可愛いと思うってママは。こういうの珍しくないですか。まあなんか洗濯したら取れそうっていうのもあるんですけど、まあネットに入れてね、あの大切に洗濯すればまあ大丈夫かなと思って。こんな感じでパールがね、一個一個こうついてるんですよ、はい、なんか可愛いと思う、ね、なんかセーター生地でそういうのよく見るけど、なんかこうトレーナー生地であんまないかなっていう。あ、確かにないかも。いいと思う。白だし何でも合うし、ちょっと女の子っぽく。はい。これも1000円。1000円でしたね、これ。990円で、ね。なので、これでね。これでまあ大体多分4000円ちょっとぐらいですね。はい、ラストです、ラスト。はい。ラストはですね、こちらです。じゃじゃーん、はい。ちっちゃいミニカバンっていうのかな。はい。でこれを携帯ぐらいしか入らないですけど、はい、こちらをね今回りみちゃんにプレゼントしたいと思います。はい、こんな感じ、ね、こんな感じで後ろがになんかこんな感じになってて、うん、前持ってたさカバンあるじゃないですか。 あれに似てるなみたいな、うん、りみ気に入るだろうなと思って。なんかあの公園で遊ぶ時にあのリュックを持っていくんだけどね、あのお菓子とか入れて、はいはい、あと携帯とお菓子と水筒を入れていくんだけど、はいはい、やっぱカバン置くじゃん、うん、やっぱスマホが気になるらしいの。なんかこう取られたらどうしようとか。え、私え、リュックしょっとままおにごするよでも意味はなんか置いちゃうらしくて、だから心配だから、こう携帯だけ入るバッグが欲しかったみたいな。心配だよね、わかるよ。身につけてたいんだって。みんな置いてる、私だけリュックしょっとままおにごするもんやっぱ心配だよね。心配なの。まあ、携帯だけかければいいじゃんって話になるんだけど、そういうのを持ってないからね。なんかこうスマホっていうのをちょっとね、見せびらかすじゃないけど、なんかブラブラ下げてるのもどうかなと思うし。確かにいいかもしれない。なのでりみちゃんこれをどうしても欲しいということで、はい、ね、しおちゃんがじゃあプレゼントしようということですね。はい、そうですね。はい、それで5000円も、なんかもうみんな黒と白じゃない確かにはい、こんな感じです。ちょっと帽子がね、ほんと残念ですけど、うまく直せることを願って。そうですね、ママ直してね。はい、わかりました。直してね。はい、こんな感じです。ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。